もうすっかり朝か。そろそろお家帰って寝よう。どこだここは。いや、その前に誰よお前ら、テレトワーということで、今回なんですけども、茶番オツということでね今回はなんとカービィの島にやってきました。イエイ。島の名前はね、プププの迷宮島。詳細はね、概要欄に書いときます。いや、実を言うとね、この島前からめっちゃ来たかった島なんだよ。ちょっとね、個人的に動画回さずに行っていいリアクションが出せなかったら嫌だから、ちゃんとね、動画回せる環境で初めて今日遊びに来ました。イエイ。早速星のブロックとかあんじゃん。すごい。え、ちょっと待って、みんな、え、マップやばくない？可愛いんだけど。左上にカービィがいる。うん、なんかこの人めっちゃ顔色悪そう。うん、デデデって書いてある。しかもうん、この人はね、なんか髪がないね。いや、ちょっと、早速じゃあ回っていきますか。え、この星ブロックのマイデザイン可愛いんですけど？おー！あ、待って、このトマトの M ってやつめっちゃ回復するやつだよね、確か。いや、僕ね、どれぐらいカービィ好きかっていうと、この間ライブツアーしたんだけど、名古屋か大阪どっちかの駅で、カービィグッズが売ってて、これね、じゃじゃーん！グッズ買っちゃうほど好きっていうね。うん。あとね、僕がすごいちっちゃい頃に、カービィのドロッチェ団みたいなゲームをやったことあるんだよな。持ってた。さあ、早速じゃあ回っていこうか。え、待って、可愛いんだけど、マジで。もう早速、もう映えてるじゃん、もう。どこ行っても映えてるじゃん。あ、これさ、この砂に書いてあるのなんかカービィのイラストだよね。え、かわいい。なんかわざとこういう砂に描かれた風にしてある。凝ってるな。なんかさ、人の島行くときあるあるなんだけどさ、自分の島がなんかしょぼく見えない？うん。なんかさ、自分の島は結構凝ってるはずなんだけど、しょぼく見えてくんだよな。すごすぎて。かわいい。あ、これ、傘か。あ、これ傘か。え、すごくない？これすごくない？傘でブロック再現してたのか。これなんか新しいなんかデザインできる家具増えたのかなとか思ってたら、これ傘だったのか。すげえ。え、つかこの、なんか床やばくね？シンプルにさ、この床、マイデザインなのかな？この、獣道みたいな感じの。え、すごいんだけど。あ、でででおる。踏んづけとこ。ででで、踏んづけとこ。よいしょ。え、待って、なんか見たことない家具結構あるぞ。あ、ここにもさっきのやつある。こんにちは。ハムスケ。そういえば、ハムスケとは2年前ぐらいに決別しました、僕の島で。はい。ちょっと今、気まじかったです。待って！なんか僕がいるんだけど！カービィ！なんか僕、めっちゃ似てね？ぽよーって書いてある。しかもカービィの服だ。いや、僕さ、これさ、ヘアバンド外してさ、普通に服着るやん。ほら、ちょっと似てない？こんにちは。似てる！テレさんもそのカービィの服をし、島主さんがね、マイデザインも作ってるみたいだから、ちょっとせっかくだからね、後でダウンロードしとこうと思います。やばい。みんな見てくれ。墓があるぞ。残酷だけど、いいね。この海の奥底にお墓がある感じも。え、こんな家具あったっけ？やばい、僕の知らない家具がどんどんできてるんだけど、この岩みたいなやつもそう。ね、自分の島がしょぼく見えてきた。やだ。え、こっち何ゾーンだ？あ、すごーい。え、待って、本当に。もう語彙力が足んないぐらい。うん、カニカニカニいるって。あ、待って、かわいい。これどうやって行くんだろう。これカービィの顔のゾーンに行きたい。ちょうどミニマップで言うここだね。え、かわいいかわいいかわいい。あ、うちわもある。あ、ドット絵がありまして、あ、こっから登れるみたいだぞ。どうやら、ブロックこれ壊したいな、カービィのように。
あ、待って、ゴールって書いてある。待って、これ迷路じゃね。ちょっと待って、失礼しました。はい、失礼しました。ちゃんと順を追ってやりたいと思います。あ、あったあった、ここスタートだね。じゃあちょっとカービィのイラストゾーン回っていこうかしら。はい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 、なるほどね。これ通れるのか。あ、で、こっちジャンプ。待って、この下のやつってさ、これあれじゃん、カービィのステージ行く時の穴のやつじゃん。すごいな、これ何時間かかってるんだろう。僕だったら1000時間やっても多分こんな作れないよ。あ、待って、この迷路地味にむずいぞみんな。いや、地味どころじゃないぞ、結構難しいぞ。はいはいはい、こっちに進んで、お、なんか書いてある、分かれ道。せっかくだからカービィにしよっかな。あ、爆弾のマスもある、かわいい。あつ森あるある、あの家具置きすぎると重くなる。これ頑張ってる証拠ですからね。こっちはなんだ。あ、こっちから行けるみたいだね、どうやら。イラストもかわいい。おや、行けるのかこれは。大丈夫か。行き止まりという嫌な予感もしてるが、なんとかなんとか進んでる。うわ、このゾーンかわいいよ、ピンク。ピンクの家具ってさ、僕あんましないのかなとか思ってたんだけど、意外とあるんだね。さあさあ、上上がって、ここ通りまして、ラブリーな家具があって、さっきのカニ。でかっ。こんなカニリアルでいたら、全力で僕逃げるよ。はい、ジャンプ。ジャンプできるとこにカービィのイラスト書いてあるのいいね。はい、ここもジャンプします。すごいピンク。え、このハッピーバースデーとか、こんな家具あったんだ。ワンワンおる、ワンワン。かわいい。いらっしゃいませ。綿菓子いかがですか？カービィの服だ。これカービィが店員さんやってくれてるんだ。かわいい。かわいすぎて、なんかもう、あの、自然と笑みが溢れてくるんだけど。カービィも気になるけど、このワンワンの家具気になるのをやめて。うん。これちょっと欲しいな。探しとこう。あ、ちっちゃい家とかあるんだ。さあ、ちょっとここの迷路をね、かいくぐって、ゴール目指していきますよ。おー、これが結構難しい。お、こっちかな？なんかこっちから行けそうな気がしてる。よし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 。で、こっからジャンプ、からの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 、ここじゃないのか？もしかしたら。いや、こっちっぽいぞ。なんか。来た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 。アスレチックになってる、ちゃんと。で、こっちからこう行って。え、待って、そろそろゴールじゃね？これ。え？あ、さっきのゴールのところっぽいぞ。いやーね、こっから僕に任せてくださいよ、ほんとに。これどうやって行くんだろうね。さて、最後のゴール行けないんだけど。やばい、ここに来てわかんないぞ。もしかしたらこっち？おっと？こっちなのでは？来た来た、下に降りてきたね。で、こう行って、ここが通れて、家の前通って、この人の家着くの大変だな。うん。いや、黒部お店まで行くのにこの迷路抜けないといけないからね。うん、黒部もうこの迷宮島から出られてないよ。いや、でも家バラバラに配置するのいいよね。僕の島さ、固めてあるからさ、また違う良さがある。さあ、ということでゴールしたぞ、やったー。自分で拍手。おお、右上の方来たら、ああ、お前、ペンタ。ちなみにペンタとは、DS のおいでよ動物の森で一番好きなキャラクターだった。おー、この最後に右下ゾーンも行ってみたいね。かわいい。これ島主さんの家なのかな。ちょっと入ってみよう。お邪魔します。さ、何があるかな。あ、なんかレストラン和風。あ、やっぱお店だったんだ。さあ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 、ちょっとこの島の名物まだあるみたいなんですけど。はい、かわいいな、この浴衣。あ、待って、これってさ、え、この帽子僕前デザイン持ってるぞ。あ、この島主さんだったんだ。え、嬉しい。かわいいからカービィの帽子さ、ツイッターで検索してダウンロードしてたんだけど、まさかこんな運命的な出会いをしてしまうとは。これはテレツさん、記念に帽子とパシャリ。これさ、カービィカフェ再現じゃない？あ、やっぱそうだ、このイラスト！すごい！
え、もうあの僕カービィカフェ行けなかったんだけど、もう来ちゃったじゃん来ちゃったじゃん。このケーキかわいい。多分帽子なんだろうけど、帽子って思えないよね。これお皿の上に乗ってるケーキだよ完全に。僕あのこの島に住みたい。もうあの自分の島をあの置いてこの島に住みたくなってきたさあやってまいりました、この島の名物。テリさん今からカービィに食べられたいと思います。ほぉ、うわぁ食べられた、かわいい。これはもうサムネイル決定これはもうサムネイル決定。お、デデデの服とかあるじゃん。え、すごい、いろんなデザインあるんだね。あ、これ海のとこにいるやつや。はい、ということでね、改めてカービィの島プププの迷宮とどうだったかな。いや前からね本当にね行きたかった島だったからマジで嬉しいし超楽しかった。今までいろんな島見てきたけどめっちゃ可愛いよね。うん、だしカービィのね愛がすごく伝わる島でした。僕もカービィのグッズ買い足そっかな、なんかはい、ということでね、この動画が面白かったなと思った人はぜひチャンネル登録、高評価、ツイッターのフォローよろしくお願いします。夢バンチとかもね概要欄に書いてあるからぜひ遊びに行ってみてください。ということでまた次回の動画でお会いしましょう。じゃあな。